ウェイト版タロットの皇帝丸聖油版タロットの皇帝皇帝はタロットの大アルカナに属するカードの1枚。カード番号は4。前のカードは3女帝。次のカードは5教皇。アーサー・エドワード・ウェイトのタロット使いにおける解説では、統治、堅固さ、防御、同盟を意味するとされる。ヘブライ文字はザディー。ただし、複数の異説がある。 黄金の夜明け岩の説では、ザクと湯ドのセフィラを結合する鏡に関連付けられている。以下のような小説がある。一人の男性が王冠をかぶり、玉座に腰掛け王爵を手にしている構図は、タイトル通りこの男性が皇帝であることを示す。マルセイユヴァンタロットでは、男性はこちらに、体の左側面を向けゆったりと足を組み、 自分の内面をさらけ出すことに何らためらいを見せない、堂々とした態度であるが、体や玉座の向きなど、全体の構図が左を強調していることから、一見すると、忍者などと同様にやや後ろ向きな、内向的な印象を受ける。しかし、地上的な現実を表すとされる球体と、霊を表すとされる十字架を取り付けた黄金の、王爵は、男性の目線と同じ高さに掲げられている。 これは社会を常に先見的立場から先導する理想的な指導者を描き表し、男性イコール不権と合わせて社会的権力の象徴として解釈を行っていくのが一般的である。また、数字の4は4型くらい、4大元素、古代の4つの性質、式、四則演算などを示し、皇帝が古来より人間の霊的、 肉体的生活を方向づけてきた偉外なる、四を与えられた揺るぎない権力者であることを表している。ウェイト・バンタロットでは、マルセイユ・バンと大きく異なっており、体を真正面に向け、毅然とした態度で王座に座っている、外交的な男性の構図が描かれる。皇帝が身にまとっている装束は赤色となっているが、この色は、魔術師と同様、血潮と、 男性原理に結びつけられ、ここでは、血気盛んな戦士、闘争、劇場へと派生する。右手に持っている王爵は十字と円で構成される、エジプト伝来のアンクを彷彿とさせるもので、生命力、多産性を表す記号として扱われ、男性原理と女性原理の結合を暗示するものなど様々な説がある。皇帝の座っている、角張った台座には、 王道十二宮の一つとされる、白羊宮を表す四つのお羊の頭が描かれている。この四箇所をすべて線でつなげば、四角形が出来上がり、ここに前述の四という数字が強く関わるとされる。またこの冊そのものには描かれていないが、女帝が対応する女性原理を表す金星に対し、皇帝が対応するのは男性原理を表す火星である。男性原理とは、活力、 獲得、武力に通じるエネルギーである。背景にそびえ立つ岩山は、現実社会の厳しさや、日々を生き抜くための戦いを示す、人間の試練を象徴するものとなっている。なお、先星術によれば火星は、白羊宮、お羊座を支配している惑星でもある。ありがとうございます。